常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。相変わらず大阪 MBS の地下からお届けしてますが、まあ、トルコが大変なことになっております。はい、大変なことになってるんですが、なんと最低賃金 50% 上げるんだって。よかったね。再分配すると経済成長が、ね、経済成長すると言ってたね。お友達、お元気ですか？立憲民主党のお友達、お元気ですか？トルコは来年すごい経済成長するんだろうね。するんかいって感じですけど、はい。もうだって最低賃金 50% 上げるのすごいじゃないですか。究極の再分配でしょ？ね、再分配なのに、でもね、これトルコのね、もう将来が危ぶまれていて、エルドアン大統領失脚するんじゃねえかぐらいのね、今感じで見られているんです。でね、これ一体何が起こっているかということをね、簡単に解説いたしますのでね、経済に詳しくない人に分かるようにね、解説します。トルコはね、今どういう状態にあるかということをね、まずね、基本的なね、基本的なその政策のスタンスっていうのをね、まず皆さんに説明したいんですけど、エルドアン大統領って結構さ、独裁的な人でしょ？でしょ？結構強腕ですよ。強引ですよ。で、バンバンやるので、やっぱあんま強引にやりすぎるとさ、ね、一応トルコだって民主主義の国ですから、ね、支持を失って倒れちゃうかもしれないでしょ？政権が。なので、自分をがっちり支えてくれる豪族の皆さん、自分たちの支持層にね、補助金バンバン出すわけですよ。はい、気前よくね。で、気前よく出せばいいんだけど、財源ないですよね。ね、で、トルコ国債とか言ったってさ、まあ、そんな国際的な信用微妙ですから。ね、じゃあどうしたかというとですね、トルコリラスってね、金融緩和して。で、その金でね、まあ、実質財政ファイナンスみたいな感じでね、トルコのね、こういういろんな、まあ、財政政策ね、人気取りの財政政策をこれまでやってきたんですよ。まあ、これま、程度の問題なんで、ある程度だったらいいんですよ。で、トルコは新興国だしね、成長率も高いから、まあ、緩和的な環境でもいいし、インフレ率もね、日本なんかと違ってま、5% ぐらいでま、いいかなぐらいの感じの国なんですけど、やりすぎちゃったんですね。で、やりすぎちゃった上にですね、問題はその水準じゃないですよ。ね、ここまでやりすぎちゃったのに、まだやるかみたいな状態にあるのが問題なんです。で、その結果ですね、トルコリラが大暴落してると。まあ私は15年前ぐらいね、トルコリラ建ての石油債って持ってたんですけど、当時ね、1トルコリラはね、90円ぐらいかな。95円とかね、最大行ったこともあるんですけども、ぐらいだったんですけど、もう今トルコリラってもうやばいことになってるでしょ？ね、今ちょっとこれ、トルコリラのレート見ますけど、1トルコリラってもう7円になっちゃって、7円。10分の1以下ですね。7円になっちまいました。はい。まあ、そんな状況になっているというのが、今、トルコの状況なんです。で、この状況でね、さらにね、本当だったらですよ。ね、トルコリラがもうその大暴落してんだったら、金融引き締めをしてさ、ちょっとトルコリラのね、こう出回る量を減らそうみたいなことするのが普通でしょ。普通なのに、昨日ですね、トルコ中央銀行何やったかというと、利下げ。お前もっとトルコリラするのかみたいな感じだって、みんな不安になるわけですよ。もうエルドアンがなんか喋るたびにトルコリラが暴落していくと。いうことで、こんな状況になっちゃったんです。だからトルコリラがですね、ものすごい安くなって、で、対外債務もありますし、それからトルコは輸入にもね、頼ってる部分ありますから、石油とか取れないしね。で、そういうもの決済とかでものすごい交易条件悪化するし、トルコ経済大丈夫なのみたいな、まあ、状態になってしまったと。で、まあ輸入物価当然上がりますから、ね、もうトルコ国内も物価が上がってすごいもう大変なことになっている状態です。どれぐらい上がってるかというとですね、これね、読売新聞に、記事が出てるんですけれども、トルコで働く法人駐在員は、同情の声を発した、ここ数ヶ月で急激に物価高が進み、11月の消費者物価指数は前年同月比 21.31% の上昇率を記録したということで、これ日本のですね、1970年代にあったあの石油ショックの時のね、狂乱物価と同じ水準です。でもね、実際にはもっと上がってんじゃねえかと言われてるんですよ。はい。でね、まあ、この読売の記事にはね、こう書いてあります。まあ、私がさっき説明したことですけど、インフレの元凶は、トルコの、トルコの通貨リラの暴落だ。今年1月、1ドル7リラ台だった。それが今では1ドル15リラ台に暴落していると。ね、トルコリラに対し、ごめんなさい、ドルに対し、リラの価値はほぼ半減したと。石油を筆頭に国際的な商品はドル建ての取引が多くて、ね、リラが下落すると、まあそういう商品輸入するときに輸入物価高くなってしまいますよね。で、さらにですね、トルコの場合、まあ金融政策が混乱にね、混乱に拍車かけてるということで、まあ先ほどのね、利下げの話ですよ。まあ利下げやっちゃってですね、ただでさえね、リラが暴落してる、つまりリラすりすぎだと思ってんのに、もっとするんかいと、お前どこまで行くんだということで、まあ今大変なことになっていると、いうことでございます。で、そんな中ですね、エルドアン大統領ね、もう物価が上がっても、まあいい加減にしろみたいな感じでみんな怒ってるじゃないですか。ね、怒ってるんで、わかりましたと。皆さんの給料を 50% 上げますからということで、冒頭の話に戻るわけですよ。ね、最低賃金を 50% 引き上げて、ほら、これで生活できるでしょうというですね、まあそういう、規制を、導入したということでございます。これどうなると思います皆さん。
ね、ここでね、皆さんにぜひ聞きたいのがね、あの、MMT の人にぜひ聞きたいですね。自国通貨建ての債務は、あれ破綻しないんじゃなかったでしたっけ？ね、自国通貨建ての債務ですよ。あ、まあでもそうか。トルコは微妙なんですよね。そういう意味ではね。トルコはあの、ドル建ての債務も結構あるのでね。はい。まあ自国通貨発行してる国ですけど、トルコは対外債務が結構多いので、まあ暴落する可能性があります。まあただね、これね、自国通貨建ての債務だっても基本的に同じなんです。これどういうことかというとね、金融政策がどれぐらい力が強いかっていう話なんですよ。はい。日本だって破産させようと思えば破産させられますよ。金融政策で破産する方向に全力で舵切れば破産できますよ。原理的に破産できないってことはないです。させようと思えばできるんですけど、その強い金融政策を持って破産させない方向にもできるんだよってだけの話なんですよ。これあの日銀とか MMT の人多いんですけど、金融政策無効論といってね、いくら金吸っても何も起こんないみたいなこと言う人がいるわけですよ。でも違いますと。やっぱ金吸りすぎたらこういうこと起こるわけですよね。で、仮にこのトルコがね、自国通貨建ての、まあ、債務であっても、あの結果同じです。これ程度の問題なんで。はい。あの、それだけ金融政策はですね、非常に強い力を持っているということの一つの例じゃないかな、というふうに思うんですね。だから今まあ、この、左翼界隈の人でね、あの、分配を増やせば、ね、経済成長するとか言ってる人々。ね、これまあ、今回の最低賃金引き上げ来年から、ぜひトルコ見てください。はい、最低賃金引き上げたら、経済破綻しましたみたいなオチになるかもしれないしね。ね、だからまあ、彼らが頭の中で考えてる、俺の考えた最強の経済と現実に起こること違うってことはすごい大事なんで、これ見てほしい。それから、まあ、MMT が言ってるようなですね、まあ、自国通貨発行してる国ですけど、やっぱりそのね、金融政策のことね、方向性、間違った方にガーって転がしたら、それは破綻しますぜって話です。まあトルコはでも対外債務の多い国だからっていうところでね。まあ一応 MMT に言ってることはある程度当たるかもしれんけど、でもこれ自国通貨も同じです。程度の問題で、ね、破綻する方向に無限に金するみたいなことやったら、それはもう当然、市場の信任失うことは当たり前なんですよ。で、そこまで行く手前で、もうなんとかなるから景気良くなって、普通はね。ね、で普通はそうなんだけど、トルコはちょっと同行してやってしまったと。いうことでございます。はい。ということで、よくね、まあ、野党、主に、まあ、左翼政党がですね、僕の考えたら最強の経済政策みたいな感じで、ドーンって言うわけですよ。なんかその民主党政権は実は良かったとか、ドル建てで見ると GDP やとか、わけわかんないこと言ってますけど、ね、彼らの言う、こう、頭の中で考えてね、彼らの考えるその最強の政策と、現実に起こることは違うと。で、現実にそれがね、違うことが起こった時に、あ、ちょっと間違ってたって反省して、いろいろこう改善してやれるかどうかっていうのが大事なんですけど、左翼政党って反省しないでしょ？基本的に。ね。だってこの間のさ、選挙の時のさ、アベノミクスの総括なんてひどかったじゃん。内容ね、立憲民主党の。まあ、全部間違いでしたけどね。僕はあの、月刊花田にも書きましたけど、はい、あの、ひでえ内容でした。ああいうね、こうなんかこう、ヘリクス使ってさ、まあ、生じゃ頭いいやつがなるんでね、左翼っていうのはね。ヘリクス使って、ね、事実をねじ曲げてっていうのは、さすがにちょっとね、いかがなもんですかと。ね、やっぱ国民がね、国民の生活がかかってるわけですから。このね、経済政策っていうのは。それに対してね、やっぱ現実間違ったら、やっぱね、すぐに修正すると。ね。人間はやっぱりね、どんなに偏差値高い人でも間違う可能性があるっていうことをね、考えないと、おかしなことになっちゃいますよ、いうことです。はい。ということで、今回トルコを見てね、多山の石としてね、立憲民主党のね、経済政策書いてる人、ぜひ多山の石としてですね、このトルコの政策ね、見ていただければな、というふうに思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想などを書いていただけると嬉しいです。GO!